J3 の優勝争いは今日の最終節までもつれ込みました。さあこのシャーレを一体どのチームが高く掲げるんでしょうか。それでは、岩手の J3 優勝 Z2 の昇格条件をちょっと確認しましょう。左下に出ていますけれども優勝、勝てばもう文句なしの優勝です。で昇格の条件としては引き分けで、熊本が引き分けか負けだった場合は優勝ということになります。でこれ昇格は熊本が負けてもですね、岩手が負けても熊本が負ければ昇格ということになります。沼津のフォーメーション、予想フォーメーションをご覧いただいておりますが、ゴールキーパー1番野村、4バックで右から安西、徳武、藤崎、大迫、ボランチは菅井、浜、ミッドフィルダーは右から染谷、そして鈴木健志郎、瓜生康生、ワントップに33番加藤、高橋が入っています。高橋がワントップ。アウェーの岩手グルージャ盛岡の予想メンバーです。ゴールキーパーは18歳、野沢大志ブランド、3バックは小野田、牟田、佐々木、ボランチに脇本と増田、中盤右に鏡、左に中村、通車道は和田と鹿間、ワントップにブレンネルが入っています。長身のブレンネル、岩手は全体に長身の選手が多くて180センチ以上の人が6人、10人のフィールドプレイヤーの半分以上が180センチを超えています。ゴール前ポストに当たる。岩手もこう簡単に前にボールを出してきますが、さあここでまだいける、まだいける、これチャンスだ、大きい、打った、あっとこれは決定的な岩手のチャンスになりました。左手ですかね、野村、これプルバックしたで右足のシュートですが、タオルマフラーを振っての応援になります。こぼれた、ブレンネルシュート、痛烈、弾きました。いやすごいシュートだったんですけれども、さあここは沼津としては気をつけたい、ビッグチャンスが訪れている岩手です。いや本当に大勢の方がその岩手からこの駆けつけている沼津、ゴール前こぼれた、シュート決まった、ゴール均衡を破れました、ムタのゴール、ムタのゴールです。こぼれたところ最後押し込みました。ムタの今シーズンこれが4点目のゴールになります。これ今のボールなんですが、ここで、ちょっとブラインドになって野村がこぼしたところ、ここですね、野村の前にその徳武も入っていったんですが、最後こぼれて藤崎が蹴る切れなかった、そこでですね最後ムタが押し込んだ、こういう形になりました。熊本が50引き分けた場合は52ということになりますが、これで岩手の優勝と、そして、昇格ということになるんですが、さあブレンネル、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 パスを出した、そしてシュート打った、ポスト越えた、最後は鏡が中に入っていったんですが、決定的な場面でした。ここで鏡が行きます、そしてブレンネルがこのボールを拾って打つかと思われたんですが、中に折り返した、よく見えていました。そしてキーパー野村が出てきたんで、ちょっと詰まった形で、さあ沼津はボールをキープして攻めています。ゴールの前には33番高橋純也がいますが、まずは染谷が裏を取ってクロスが入ってくる、こぼれ、シュート打った、決まったか、高橋純也やりました。
勝同点です。今の場面安西からのボススペースに出たところ、ソメヤ得意のクロス、そしてワントラップして振り向いて高橋のゴール、決まりました。高橋純也今シーズンこれが6点目のゴールでした。見事に決めました。縦パスこぼれた、安西さあ打てるか、シュート打った、これはコーナーキックになりました。高橋蹴りました、綺麗なその軌道を描いていきましたけれども、ポストの左側を外れていきました。さあもう時間はありません。このキック空中戦になっている、佐藤から裏へ狙った、さあ染谷が行きましたが、ゴールキーパー野沢が出てきました。あ、長い笛が鳴りました。抱き合っている岩手の選手たち、岩手グルージャ盛岡、結局この試合を引き分けに終わりました。熊本が勝っているという情報が入っていましたので、このまま終わりますと、しかし岩手は昇格ということになります。クラブ史上初めての J2 でのプレーが来シーズンは見られるということで、選手たちは喜び合っています。1対1の同点引き分けでしたけれども、ついに岩手グルージャ盛岡昇格と、 J2 昇格ということになりました。今情報が入りました。熊本対岐阜は2対0で熊本が2対0で勝ちました。熊本が優勝、そして2位が岩手ということで、この2チームが来シーズンは J2 でプレーをすることになります。岩手の喜びの場面ですね。